今回はカニカマのポテサラカップを紹介するよ。山さんのさっちゃん、お料理コーナースタート。まずきゅうりは薄い輪切りにし、器に入れて塩を入れ、よくもみ5分ほど置いた後、水気を絞ります。玉ねぎは薄切りにし、耐熱容器に入れてふんわりとラップをし、500ワットのレンジでおよそ20秒加熱します。カニカマは3等分に切ります。じゃがいもは一口サイズに切り、耐熱ボウルに入れてふんわりとラップをし、500ワットのレンジでおよそ4分加熱し、熱いうちにマッシャーでよく潰します。そこにきゅうり、玉ねぎ、マヨネーズ、塩コショウを入れてよく混ぜ合わせます。そこにカニカマを加えて軽く混ぜ合わせます。次にきゅうりをピーラーでスライスし、ピックで折りたたむように刺してツリーを作ります。一口サイズのモッツァレラチーズを2個ピックで刺して、黒ごまで目を、カニカマでほっぺとマフラーをつけて雪だるまを作ります。ミニトマトは上3分の1のところで横に切ります。ミニトマトの間に一口サイズのモッツァレラチーズを入れてピックで刺して、黒ごまで目をつけてサンタさんを作ります。最後にカップにポテトサラダを入れて、ツリーや雪だるま、サンタさんを飾って出来上がり。今回の料理におすすめの商品はこちら。みんなも作ってみてね。また来週。